作っておいたパーツを組み合わせて12月の壁面を飾りましょう。台紙には縦75センチ、横135センチの不織布を使いました。そこにコピー用紙を切って作った雪の結晶を貼ります。クリスマスツリーは10本のミニクリスマスツリーとお花紙のポインセチアを組み合わせて作ったものです。手前にはふわふわの綿を置いて雪が積もっている感じにしました。冬服を着たうさぎは型紙を元にして切った画用紙の色を組み合わせて模様やデザインをアレンジしています。表情や手足のポーズもそれぞれ工夫しました。下の端っこの方には大王将の大きな松ぼっくりを使って作ったクリスマスツリーを並べました。最後にタイトルをつけて出来上がりです。それぞれのパーツの作り方は終了画面か説明欄のリンクをご覧ください。